さあ皆さんやってきました。今日はですねケアンズの市内にありますズームという動物園に来て、そしてコアラの質問をしていきたいと思います。はい、そのズームの場所なんですが、ケアンズ市内のど真ん中、カジノホテルのなんと屋上にあります。はい、皆さんこんにちは。頭はいつもコアラ色、キャプタグループ営業担当の中川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コアラの話をいっぱい聞かせてください。はい、お願いします。よろしくお願いします。コアラに会いに来ましたが、今目の前にいるコアラにいくつか質問していこうと思うんですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、あのコアラの名前、コアラという名前の由来は何かあるんですか？コアラはですね、よく言われてますけれども、水を飲まないというアボリジニの言葉がコアラ、そこから、コアラという名前がついているんだそうです。じゃあこれはアボリジニ語なんですね。そうですね。ちなみに今のこのコアラの周りにユーカリがいっぱいあるんですけど、はい、このユーカリしか食べないんですよね。そうですね、コアラユーカリしか食べません。このユーカリ、なんか種類いっぱいあると聞いたんですけど、どんな種類とかも決まってるんですか？そうですね、オーストラリアには、約700から800種類のユーカリの木がありますけれども、そのうちコアラが食べる種類は10種類から25種類だそうです。これはコアラが住んでいる地域によって食べるユーカリの葉っぱの種類も変わってくるので、多いところだと25種類、少ないところだと10種類というぐらいの目安ですね。このコアラの周りにあるのは全部このコアラが好きなものだけじゃ取ってきたんですか？ここのコアラはですね、いや違いますね、何種類か分けて、ユーカリの木をあげています。じゃあコアラはいろんなユーカリを食べるということですね。そうですね、このコアラ、まあ、ここの動物園ではですね、年間を通すと約15種類の違う葉っぱをあげています。で、だいたい1日にあげる葉っぱの種類が4種類から5種類。これはなんでかっていうと、コアラも個体によって好きなお気に入りのユーカリの葉があります。でもそればっかり好きなのばっかり食べてるとすぐお腹を壊します。なので好きなものばっかりあげないように工夫してローテーションしてあげてます。そうですね、いろんなものを食べた方が体にもいいっていう。そうですね、まあ、病気にならない、下痢をしない、はい、人間も同じですね。そうですね、肉ばっかり食べてると。わかりました。ちなみにコアラがいつも寝てるっていうのは、はい、ユーカリの中になんかその眠くなる成分があると聞いたことあるんですけど、はい、いつも寝てるのはユーカリの成分ですか？まあ、半分合ってて半分間違ってます。実はこのユーカリの葉っぱというのは栄養分があんまりありません。なのでコアラっていうのはとにかくスタミナがありません。なのでそのエネルギーを貯めておくために、1日20時間ぐらい寝ています。で、極力動かないようにセーブしてるんですね。ユーカリの量もたくさん食べないといけないってことですか？そうですね、それなりの量も食べなければなりませんけれども、まあ、それ以上にこの体を動かさないことでエネルギーをセーブしているっていう部分の方が多いですかね。なるほど、それでいつも寝てるんですね。はい、これもさっき起きてたのにすぐ寝てましたね。すぐ寝ましたね。はい、まずコアラの指、はい、なんか人間と違うって聞いたんですけど、そうですね、親指が2本あるんですね。はい、今見えてる通りこの親指2本、それからその他の指が3本と、まあ、2本と3本の組に分かれてます。これはですね、当然木の枝をつかみやすいようにするためにこうやって親指が2本になっています。の骨盤のところですね、これがこうちょっとカーブしてます。うまく木の枝にスポッとはまるようにですねカーブしてまして、それがあるので木は寝てても木から落ちることはありません。
どのコアラを担当させているんですか。いや、これはね、個体によります。あとはトレーニングによります。彼もちょっとトレーニングしたい。そうですね、これは抱っこできるコアラ。抱っこできないというのはもう咲いたり嫌がったりする。そうですね、その性格によって落ち着きがなかったりとか、抱っこされるのが嫌いなのはやっぱりすぐ飛び降りて逃げようとしたりとか、引っかいたり噛みついたりなんていうのもやっぱりいます。コアラベアっていうぐらいですか。でもコアラベアという言い方する人いますけど、実はクマとは全く関係ないですからね。そうです。はい、ちなみにこの子はもちろん抱っこが好きな子ですよね。そうですね、これはトレーニングされてるコアラですね。オスとメスとか関係あるんですか。どちらも抱っこ用のコアラはいます。オスもいますし、メスもいます。ちなみにオスとメスの見分け方って分かるんですか。一番簡単に見分けるのは鼻の大きさですね。あと頭の大きさ。オスの方が頭と鼻が大きいです。彼はじゃあオスですか、ね、そうですね、この子はオスですね。ローマン君。ローマン君、はい、ちなみにローマン君何歳ですか。ローマン君9歳。9歳ですか、はい、ちなみにコアラっていうのは何歳ぐらいまでできるんですか。コアラはですね、15歳ぐらいなんですかね、この動物園だと。で、野生だともうちょっと短いそうです。はい、ただ今までの記録だと南の方の動物園では21歳という、ね、記録が最長記録だそうです。このコアラの繁殖について、はい、情報をもらえますでしょうか。はい、コアラはですね、繁殖期というのは特に決まってはいませんけれども、1回にだいたい1頭の赤ちゃんを産みます。で、生まれたばかりの赤ちゃんというのは小指の先ぐらいの、まあ、本当に未熟児の状態で生まれて、そのままお母さんの、ポケットの中に入って、まあ、そこから半年、ずっとポケットの中でミルクを飲みながら、大きくなっていきます。で、生後半年しないとお母さんのポケットから出てこないんですね。ここ半年ずっと入ってます。で、半年過ぎるとポケットから顔を出してこう外にちょろちょろ出始めるんですけども、出た後に戻るポケットを間違えちゃうことがあります。違うお母さんのポケットに入っちゃって、お母さんもそれを気にしないっていうおおらかな性格の動物です。じゃあ2匹入ってることもあるんですか。ないです。2匹は入れません。だから1匹ずつしか入れないから、違うお母さんに入っちゃうとそっちの子供はまた違うお母さん探して他のお母さんのポケットに入ってますね。もうみんなで育てるんですか。そうですね、ちなみにコアラってコロニーみたいなの作るんですか。通常は単体で生活しています。ただ特にこういう動物園なんかのように一緒の木のところに何頭かいると、そういうことが起きるみたいですね。これカンガルーでもあるそうです。違うお母さんのポケットに戻っちゃう。この部分ですね、茶色くなってますけれども、これがオスの特徴でもあります。ここからフェロモンというか、強い匂いを出す臭腺がここにあります。ユーカリってユーカリオイルもたくさん含まれているので、このユーカリオイルの匂いがします。逆にヘビとかはこのユーカリオイルの匂いが嫌いなんで、コアラはヘビに食べられるってことは少ないですね。ちなみに彼何キロぐらいあるんですか。彼はおそらく6キロから7キロぐらいだと思うんですよ、持った感じだと。子供ではかなり重く感じるっていうことはありますよね。そうですね、まあ、以前は身長120センチ以上ないと抱っこできませんと言ったんですけども、実際にはコアラの大きさによっても変わるので、今もうその身長制限というのはなくしました。当日写真を撮るときに飼育係が判断して、大丈夫大丈夫じゃないというのを判断します。やってしまいそうですね。10時間で、この後ろ足、これも面白いです、人差し指と中指がこうくっついてるんですね。見えますかね。で、こう爪のところだけが分かれてます。これが櫛のようになってて、これで毛繕いをするんですね。さっきから何度かお尻をかいたりこう頭をかいたりしてますけれども、これがコアラは鳴くんですか。鳴きます。豚みたいな声で鳴きます。今ローマンは鳴かないと思うんですけれども、こういう感じで今ローマンです、ね、繁殖期というかその、まあ、決まった繁殖期はないんですけど、メスのところに行くときなんかこう鳴いたりしてるコアラ
見ますね。メスを呼ぶために、はい、そうですね、はい。この胸の臭腺もその自分のガールフレンドに対してこう体をこすりつけることで自分の匂いをこうこすりつけます。そうすると他のオスが あいつはあのメスはあいつのガールフレンドだったというのが識別できるようになっているんですね。今日はノーマはこれからお仕事なんですか？そうですね、今日はあの写真係、モデル係だそうです。はい、モデルは何時間ぐらい働かされるんですか？モデルは1日30分しかできません。できるだけ多くのお客様にその写真を撮れるチャンスを、与えられるようにしています。こちらの動物園では事前予約すれば必ず抱っこ保証できるんですか？基本的にはあの事前予約いただければその時間を取っておく形でやっています。ただまあ動物生き物なんでね、やっぱりその日の体調とか気分によってはどうしてもできないっていうことがありますので、まあ、ここの場合は入園券がですね5日間何回でも再入園ができるようになっていますので、もしどうしてもその日写真が撮れないという場合は抱っこをしない写真か、もしくは翌日以降にもう一度戻ってきてもらって写真を撮っていただくと、まあ、それができるのはこの街の中に街の真ん中にあるっていうのがやっぱりロケーションがねいいんで、お客様もちょっとした空いた時間に、歩いて戻ってこれるというのがこの大きなセールスポイントの一つでもあります。さっきからコロコロと糞をしていますけれども、コアラの糞というのは実は赤ちゃんにとっては離乳食になります。これはユーカリの葉っぱは非常に消化がしにくい葉っぱでして、生後半年ぐらいの子供にとってはまだまだ葉っぱをそのまま食べることができません。なのでお母さんの糞から、糞を離乳食として、ね、だんだん慣らしていって、それから葉っぱを食べるようになります。なのでこのコアラはユーカリを消化するために、哺乳類で一番長い盲腸を持っています。こんな体に2メートル以上の長さの盲腸、人間はもう盲腸を使ってないですけれども、コアラはね、未だに機能していまして、哺乳類で一番長い盲腸を持っています。